トラウト、自らトラウトを引き当てる、1袋目で自身のサイン入りカードを見事引き当て、息子のベッカム君と大喜び。マジかよわらファンにくれよわら。マジか。状態そこそこで80万くらいはするけど金額よりも引いたことが確率的にすげえ。トラーにすげえなおい。かわいすぎる。トラウトほんまアスリートとしても人間としてもパパとしてもかっけえ。ちゃんとトップローダーとか保護系のものを用意してるあたり好感が持てる。カードの持ち方からしてこれはカードの扱いわかってる人だなわら。スターはやっぱりすごい。確率やばくないかそれ、すげえなトラウト。これがスーパースターの運用か。即スリーブ偉すぎる。ただでさえサインカードで価値あるのにトラウトが引き当てたトラウトカードとかさらに価値付きそう。そしてテンションわら。カードの扱いがガチぜー。即スリーブ入れるトラウトかわいすぎる。そのカードにさらにサイン入れたらいくらの価値になるんやろかわら。カードの面に触れないように持ってすぐさまスリーブを用意してるの扱いがわかってるな。トラウトいいお父さんすぎる。家族のために人気球団行ってほしいな。そのまま CM になるね。いや、本人なんだからいくらでもサイン入りカード作れるやんわら。しかも実質わら。めちゃくちゃ良いパパなんだろうなわら。さすが持ってる男わら。サインカード高そう。10万は軽く超えてそうだけどいくらするんだろう。トラウトがトラウトを聞くのおもろいな。ベッカム君そっちのけで夢中なトラーミが面白すぎた。トラウト引き強すぎわら。カードを開封するトラウト可愛い。トラウトが上げた動画にチームメイトのオホッピーはともかくカード好きな選手がこぞってコメント残してるの面白い。